はい。では、今日のですね、井岡一翔選手の試合を振り返っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。いや、今日はありがとうございました。チャンピオンになられて、はい、防衛ですね。はい。初防衛ということで、はい。おめでとうございます。はい、今日の試合を振り返られてですね、前半から振り返っていきたいと思うんですけど、井岡弘樹さんから見られて前半の戦いはどんなふうに映りましたでしょうか。そうですね、1ラウンドはもっと前半見えると思ってたんですよ、前半1回、2回、3回ぐらいは。はい。ちょっと相手のパンチの軌道を見ると思ってましたら、1ラウンドからもうどんどん打ち合いに行ったから、あれは意外でしたね、びっくりしました。ああ、そうですよね。なんかあれで完全にペースを握ったんで、よかったと思うんですけどね。どっちのパンチも入ってたから、とても面白かったです。そうですね、本当に打ち合いの、僕はボクシングのことをね、本当に素人なんですけど、素人目で見ててもすごく、はい、こう、ワクワクするような、こう、やっぱり、はい、面白い試合だなと思いながら、はい、見てました。そういったね、試合でね、はい。おかしくなかったような試合でしたね。そうですね、前半は本当にね、互角の戦いが、はい、繰り広げられて、どのあたりから和人選手は優位に立たれた感じですか？やっぱり5ラウンド取ったからね、そこから完全にペースが和人に流れましたよね。はい、昨日の、どうぞどうぞ、すみません、どうぞ。前半も相手もまだまだ元気やったからね。頑張ってくれたら面白かったんですけど、ボディー聞いとったみたいですからね、それはまあ、っていう感じですね。はい。そうです。昨日の井岡弘樹さんが、予測された通りの試合になりましたね、本当に。前半は注意しないといけないんじゃないかってところで、後半は勝選手が、ね、ペースを握っていくんじゃないかってことで、予測通りの試合だったんで、ちょっとそこはびっくりしました、やっぱり。はい。後半はやっぱりもう和人選手のもうペースに巻き込んでいってって感じに見られた感じですか。4ラウンド終わった時点で5ラウンド始まって、はい、そこからダウン2回と出ましたから、あれでも完全に効いてましたよね。あそこから和人のね、やり放題いうか、やり放題は分かりませんけど、和人のね、一方的な。はい。ボディ攻撃が出ましたよね。だいぶボディ打ちが効いたんちゃいますかね。多分おそらく今頃コメントあると思うんですけど、明日の試合に乗るんですけど、はい、ボディが効いたっていうでしょうね。でも、ペレス選手も思った以上にやっぱり強かった印象はありますか？よく打ち合いに来ましたからね。優雅ですよね。クリンチもそんなしませんし。そうでしたね。気持ちが精神的に強い選手でしたね。ね、はい。クリンチがほとんどなかったですもんね。はい。すごいな。中田選手から見て、ペレス選手の印象はどうでしたか？手数も多くて、面白い試合してくれたと思います。和人選手は後半も結構余裕があった感じですか？どうですか、そのあたりは。ね、もうパンチ力すごくて、それがずっと続いた感じですね。すごいですね。ありがとうございます。弘樹さんから見て、和人選手はまだまだこれからいきそうな、まだまだ強くなっていく印象はまだありますか、やっぱり。ねえ、まだまだ体にダメージがないんで、ダメージをたくさん持って顔面が腫れることがほとんどないですからね。はい。これが一番、僕たち人生長引かす方法なんですよ。そうなんですね。体にダメージを受けると、やっぱり僕たち人生短いんですよ。はい、だからそれはよく勝つとはそんなないですからね。だから体が元気ですから、まだまだできる。じゃあまだまだ、ね、まだまだこれから強くなっていくと、まだ活躍の場が、ね、ステージ上がっていくってことですよね。上がってほしいですね。ねえ。いやそうですね。なるほど。これからの、ね、カスト選手に対して、ひろきさんの方から何かこうメッセージを送るとすると、どんなメッセージがありますでしょうか。いや、まあ、今の気持ちを忘れずにね、一生懸命頑張れば、間違いないので、はい、一生懸命練習に打ち込んで頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。ね、今日の試合は本当にボクシングをね、あんまり知らなかったり、初めて見た方にとってもすごく面白かったと思いますし、ね、これからそうやってボクシングに興味を持ってくださる方がね、どんどん増えていくこともね、つながったらいいなと思います。はい。試合が多かったらね、みんな見てもいい試合でしたね。はい。はい。いやね、年末のね、大晦日で皆さん、こう、気持ちがちょっと晴れやかなね、感じになって、はい。いい試合でよかったと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。またよろしくお願いします。はい。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。今日、試合見ていただいた皆さんもありがとうございました。引き続き、井岡一翔選手を応援お願いします。そして、今日、中田選手の応援も皆さんよろしくお願いいたします。中田選手も何か皆さんにメッセージお願いします。来年もまたより一層頑張りますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。中田選手はですね、頭がすごい優秀でして、こんな言うのもちょっとおかしいんですけど、勉強する方も好きなんですよね。東京大学も受験してるんですけど、東京大学を落ちて、東北大学の法学部と受かりまして、それを4年間卒業して、もうだから、もう精神的に、肉体的にも素晴らしい人間です。まあ、そういう彼なんですけど、また皆さんも応援してあげてほしいと思うんで、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。次、中田選手、皆さん応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。では、ありがとうございます。はい。では、こんな形で今日はですね、井岡一翔選手のですね、試合を振り返ってお話をですね、井岡一翔さんと中田選手の方からしていただきました。はい。ぜひ、中田選手の情報は、井岡一翔さんのです、ボクシングジム検索していただきますと、はい。また見ることもできます。ぜひご覧いただければと思います。はい。では、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、こちらで、配信を終了させていただきます。ありがとうございます。